ブワディスワフ一世、ブワディスワフ一世、ウォキエテク、ベワディスロブ・アイ・ローキテク、1260年、1261年から1333年3月2日は、ポーランド王、在位、1320年から1333年、タンミ王、ローキテクと呼ばれた。1305年より、クラック不幸であり、1320年に国王,王として、退官した。 父は、ウェンチツァ、シェラツ、ドブジン、クヤビコウであった、カジミエシュ一世。母は、その三番目の妻で、オポーレコカジミエシュ一世の娘エウフロジナである。レシェク二世、ジェモミスのノイボテイ、カジミエシュ二世、シェモビトの、ドーボニー。後世の歴史家は、ブワディスワフ四世ないし、ブワディスワフ一世と呼んでいる。国王が王名に、数、用を使用したという記録はない。 四世も一世のどちらも、後世の歴史家が、訴求的に当てているものに過ぎない。四世は、ブワディスワフ一世ヘルマンから続く、ポーランド君主の系譜において四番目のブワディスワフ、という意味であり、一世は一世紀以上にわたる分裂期を収集して王国を再建したのを考慮したことと、ブワディスワフ三世とブワディスワフ四世が、それぞれ三世と四世を公に使用していたことから、 逆したものである。1260年頃、カジミエシュ一世の三男として生まれた。父が1267年に死去すると兄弟たちと共に父の医療を分割相続し、悔やみ広告を獲得した。しかし兄弟たちは子供を残さずに相次いで死去し、彼らの医療を自分の領地に組み入れていく中で、ブワディスワフはポーランド王国の再統合事業を始めることになった。 1288年に、ポーランド大公だった、イボアニのレシェク二世が、子供のないまま没すると、重帝のプーツク公ボレスワフ二世と組んで、プロツワフ公、ヘンリク4世と争ったが、クラクフ市民の寝返りでヘンリク4世がクラクフを、占領、大公くらいの座についた。1290年にヘンリク4世が急死、ライバル関係にあった、ビエル・コポルスカ公。 プシセミス2世が対抗位を獲得1295年にポーランド王に即位した。ブワディスワフの次の目標はプシセミス2世が領するマオポルスカを奪い取ることであった。1296年にプシセミス2世が暗殺されるとブワディスワフは戦王からマオポルスカとポモジェを相続することを主張した。ブワディスワフは ポーランド人の君主を望むマオポルスカの農民、騎士、一部の聖職者に支持されていたが、在地の領主たちが支持するボヘミアをバーツラフ二世、1300年に、ポーランド王となるに、マオポルスカを明け渡すことになった。ビエルコ・ポルスカについても、ブワディスワフと並ぶポーランドの有力諸行だった、グーグフ公ヘンリク三世が相続を主張、幾度か衝突した末に1306年に破れて、 ビエルコ・ポルスカは、ヘンリクヨの領有するところとなった。ブワディスワフは、国外への亡命を余儀なくされていたが、ボヘミア王による、ポーランド支配はうまくいかず、さらに、バーツラフ二世と、息子バーツラフ三世の相次ぐ休止でボヘミアは、混乱状態に行った。一方のブワディスワフは1305年に帰国し、自身の支持者たちの軍勢を引き連れて、マオ・ポルスカを占領した。 15世紀の歴史家、ヤンドゥ・ゴシュによれば、ブワディスワフの軍勢は、騎士ではなく農民が主体になっていた。またブワディスワフは、グダニスクを中心に、ポメレリアをも征服したが、在地の領主やブランデンブルクから移住してきた、ドイツ人たち支持を得ることができず、バルト海沿岸に対する支配を諦めざるを得なく、なった。1309年、グーグフ公ヘンリク3世も死去した。 1311年までに、ブワディスワフは、マオポルスカとセシュー領地区ヤビにおける、支配権を確固たるものにしていた。クラックフとサンドミエシュでのドイツ人支配層の反乱、ブイト・アルベルトの反乱も起きたが、ブワディスワフは、同地の貴族、地主、都市民の指示を受けていたため、支配権を失うことはなかった。1312年に、レグニツァコーボレスワフ賛成。 ヘンリク六世兄弟と同盟を結び、ヘンリク三世の維持ヘンリク四世、コンラと一世イラと戦い、1314年にはかつて、ヘンリク三世を支持していたビエルコポルスカモブワディスワフの両国に組み込まれた。1318年、ブワディスワフは、ポーランド王冠の獲得に乗り出した。教皇ヨハネス22世は、ボヘミア王ヨハンが、 ポーランド王位を主張していたこともあって、当初は認可を渋ったが、最終的にはこれを容認した。1320年1月20日、ブワディスワフはポーランド王としてクラックフで退官した。この退官式は、ポーランドが再統合された、独立の王国になったという政治的な主張であった。ただし、シロンスク公国軍の諸侯はヨハンに侵入、ボヘミアの風神となっている。 ブワディスワフ一世は晩年をドイツ騎士団との戦争に費やすことになったポーランド・テュートン戦争。ボヘミア王ヨハンもポーランド王位を諦めておらず、ドイツ騎士団と同盟して北と西からポーランド王国を攻めた。1328年にはボヘミアと騎士団の連合軍がドブ人を奪取した。ブワディスワフ一世は1331年9月27日、 クヤビ地方、ラジェユフ近郊のプーフツへの戦いで、騎士団に復讐した。この戦いで、ブワディスワフ一世は十字軍を標榜するドイツ騎士団を打ち負かして、彼らの領土拡大を何とか食い止めた。ブワディスワフ一世は、自分の支配するポーランドの諸地域に、単一の法典を適用しようと努めた。この法典では、ユダヤ人にも、キリスト教徒と同様の安全と自由が、 保証されるように取り計らわれた。1333年3月2日、73歳の高齢でクラックフで死去した。息子のカジミエシュ三世が引き継いだ。ポーランドの王国は、マオポルスカ、サンドミエシュ、ビエルコポルスカ、クヤビ、シェラツ、ウェンチサノミという狭いものだった。西のシロンスクと、ルブシュ、北の東西、ボモジェ及びマゾフシェは、 王国の領域から外れたままになっていた。それでも、ブワディスワフ一世の知性は、ポーランドの再統一を大きく前進させたことは、間違いない。1293年、ビエル・コポルスカ公、ボレスワフ、経験校の娘で、プシセミス二世の十枚、ヤドビワと結婚し、間に六人の子供を設けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。